YouTube の皆さんどうも上白です。てなわけで今日も僕スーパーに行ってきたんですけど、あの前にスーパー行ったらケーキ買っちゃったみたいな時があって、今回は違うスーパーに行ったんですけど、そしたらそこでもまたケーキ屋さんがあってまたケーキ買っちゃったんだよね。てなわけで今日はそれを食べていきたいと思います。よっこいしょと。はい、てな感じで今日ケーキまあ買ってきたんですけど、今回も大食いしていきたいみたいな。僕ケーキ好きすぎちゃって、もうね主食がケーキなんじゃないかなって最近思っちゃってますね。で前回は富士屋さんだったんですけど、今回はこちらですね、コージーコーナーさんっていう、まあ僕はもうあの馴染みのあるというかいつもお世話になっておりますっていう感じのお店であるんですけど、今回はそのコージーコーナーさんでケーキたくさん買ってきちゃったんで、それを食べていきたいと思います。てなわけで全て出し終えたんですけど、ちょっと順番にご紹介していきたいと思います。この全てをね、まずこれですね。あーすごいご立派なお茶、こちら、まあ、本日唯一のいちご枠ではあるんですけど、これがいちごのミルクレープですね。税込み486円。ピンクだよね、かわいい。でブルーベリーも乗っかっちゃってるんですよ。そして次これです。ちょっとねチョコケーキ、普通のチョコケーキ買うのか迷ったんですけど、ふわふわチョコシフォンっていう、でこれが税込み399円ですね。割とお手軽なんだよね。めちゃくちゃ美味しそう。スポッ、はい、3つ目がこちらですね。これが瀬戸内レモンのパイっていう、まあパイ枠ですね。うん、アップルパイと悩んだんですけど、なんかレモンのパイの方がレアかなって思っちゃって、僕多分食べたことないんだよね、レモン系のパイのようなケーキ。これもうこれ大将でしょって感じなんですけど、チーズスフレ、さっき持っちゃったんだよね。ここ見てへこんじゃってるんですけど、あのねシュワシュワよ。ちなみにこちらのお値段がですね572円。この大きさで572円、これもうケーキで言ったら3つぐらいあるんですけど、お得でしょう。はい、これがスフレワッフルのホイップカスタードですね。こちら180円、安い。以上の5つでしたっけ。5つですね。早速いただきたいと思います。いただきます。僕一回やってみたかったんですけど、一回やってみたかったっていうか何回でもやってみたいんですけど、ケーキをこれで食べちゃう、これでやっていきましょう。まずはこいつからですね、ミルクレープ。持てないじゃん。中止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 。わーお、ミルクレープの何がいいかって、これ断面ですよね。これもう美しいとしか言えないですよね。理科の授業で出てきましたよねこれで。ちょっとこれ見てください、パワーパフガールズピンク担当みたいな、そういう色してますよね。いただきます。うまい。僕普段ミルクレープってあんま好んで食べないんですけど、これめちゃくちゃ美味しいね。なんかねこの上の部分ちょっと見てもらいましょうか。今ブルーベリーも乗っかっちゃってるんですけど、このさピンクのジュレみたいなやつ、これがねいい酸味出してるんですよね、うん、あのミルクレープ特有のさちょっとなんか層ですよ、層。このピンクの層、こいつらがねなんかプチプチしてて可愛いんだよね。完成されちゃってますね。ミルクレープって何者なんですか、このブツブツした感じ。検索しまーす。ミルクレープって何、ウィキペディアによればケーキの一種らしいです。千枚に重なってるみたいな、すごいじゃん。ってなわけで次行きましょう。僕ねケーキの中でもズバ抜けて好きというか、もうこれには勝てないぜみたいな唯一あって、これなんだよね、シフォンケーキ。そう、実はシフォンケーキが一番好き。でチョコ好き、シフォンケーキ好き、2つが混ざったこいつ好きなんだよね。皆さんには特別にこの断面を見せて差し上げ、切れません、断面は見れません。ご立派、美しい美しい。いただきます。やっぱりこれだよね、素晴らしい。もう金賞あげたいですよね、私からの。これ以上に何を加えたらいいんですかみたいな。これ結構シフォンケーキの中でもしっかりめというか、生地がチョコホイップクリームみたいのがねすごい滑らかで、舌触りがね、うん、
優しくて、でほのかにチョコが香ってて、バランス取れてます。味よし、食感よし、香りよしっていう、もう三拍子。おいしい。あとこのカップケーキとかにあるさ、わかりますか、カップの跡、これ僕ね好きなんだよね。カタフェチ、なんかさ、ギザギザしたのが残っちゃってる感じが好きなんですよね。これだったら掴んだまま食べれるんじゃない。あら、下の部分は意外とツルツルなのね。そういう感じね。もう抜群美味しい。やば、あいいね。で、今2つ食べたじゃないですか。なんか割とこのチョコの方はめちゃくちゃ甘いのかななんて思ったんですけど、全然そんなことない。この2つともえってぐらい、もうそれぐらいしかね、甘さ感じないんで、超食べやすい。これは完食でしょうね。次行きましょう。瀬戸内レモン、ふぅ、ではいただきましょう。あら、おー、あ、おいしい。これこれたまらん。ザ・レモンって感じですね。なんかでもさ、レモンって言っても瀬戸内レモンってつくと、あ、違うんですねって感じますよね。瀬戸内ブランドってやつですか。これタルトの部分だけちょっとお残ししちゃったんで、いただきまーす。うん、そっち系のね。はいはいはい。ちょっとしょっぱい。なんかさ、パッと見プリンみたいなんだけどさ、全然プリンじゃないんだよね。不思議。ほら見て、めちゃくちゃプリンみたいなプルプルなんだけど、だがレモンなんだよね。今までとは別視点で考えちゃうっていうか、考えて言っちゃうんですけど、こいつ、まあ、この方、この方はすごいですよ。一番上の白い生クリームと、この真ん中のレモンムースみたいなやつと、一番下のタルト生地で、もう3つが全部ね、舌触り、食感とか全部が違うから、もう一気に食べた時に口の中でね、9つの楽しみ方みたいな発見しました。今楽しいです。次はこいつでしょう。これ一回切ってみましょうか。失礼します。これ音聞いて、やばくないですか。なんで小声なの。もう泡なんじゃないかなっていうぐらいシュワシュワしてますよね。僕ね、このスフレで一番好きなの、まあ、ミルクなんだけど、まあ、チーズではないんだけど、チーズスフレって名前がいいよね。いただきます。うん、もうそもそも違いが分かりませんって感じなんですけど、あの、僕普通のチーズケーキ食べるんだったらこっち食べちゃうかなってぐらい、そんな感じですね。しかもね、これめちゃくちゃ食べやすいの、ほんのりチーズで優しい口どけ。うーん、一緒に溶けそう。なんかほんとね、噛まないでシュワッて消えてっちゃうんですよ。で、それと一緒に僕も一緒に消えちゃうんじゃないかなみたいな。ラストいきましょう。これね、エクレアと迷ったんですけど、この形ね、数字の8みたいな形、これが素敵で買っちゃいましたね。失礼しまーす。わーお。で、これもあのスフレ生地なんで、すごいね、食べやすい柔らかい感じ。ではいただきます。これめちゃくちゃ当たりかもしれんな。ね。だってこれ単品180円なんですよ。で、このスフレの食感、ホイップとカスタードのダブルコンビ、もう素敵商品ですね。なんかね、どら焼きの一番あの、くるってなってるとこ、外側のさ、くるってなってるとこあるじゃないですか。それを思い出したね。うますぎた。てなわけで、今すべて食べてみたわけなんですけど、まあ、どれが一番お好みか、あー通れないねー。
強く生きて、どれが一番好みかって言ったら皆さんもう分かってると思うんですけど、これこの方、ショコラクリームシフォンが一番好みですね。まあこれはね、もう覆れないです、正直言って。もうこの先覆りませんっていう味してました。じゃあ2周目いってきます。なんかあのちっちゃさにそぐわないというか、あんなちっちゃいのにこんなに味がぎっしりしてるんですかみたいな、ポーンって弾け飛んできてますね、いちごが。これさ、もう色で言ったらナンバーワンだよね、このミルクレープ。あ、落ちちゃった。ちょっとくどくなってきた。本当に美味しい。だけども、今クリームだけポンって全部食べたんですけど、僕のもう胃袋は限界を迎えているような。まあそういう時にこいつなんだよね。酸味がちょうどいいバランスをとってくれるんですよね、僕の食事に。そうでもなかった。そんなにかき消されないかな。やっぱね、2周目来るとすごい倍増だね。なんかもともとそうだったのかなみたいな。逆に最初の一口目たちは、幻だったんじゃないかみたいな。ちょっと騙されてた系な。あ、これ北海道か？北海道の形してませんか？こいつは手ごわいぜ。まさか店員さんもこれを一人で食べるとは思ってないでしょう。やばい。今回さ、全体的に甘さが控えめですごい食べやすいみたいに言ったんですけど、なんかね、関係ないね。ごちそうさまでした。てなわけで、残ったやつは明日の朝ラップにくるんでチンして食べたいと思います。よかったら皆さんもバイキングしてみてはいかがでしょうか。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画ぜひ見てください。チャンネル登録と評価もよろしくお願いします。ではまた。